笑いは典型的な喜びの表現である。母の声の喜び。開放的な体感としての喜び喜びとは、好ましい状況に反応したり、それを思い出したりして生じる、精神状態、または一時的な感情である。その強さに応じ、微笑み、笑い、喜びの叫びとして、または、行為で表される。講義においては、喜びのきっかけや、 嬉しい気分、嬉しがっていることも、喜びと呼ばれる。幸せの語が、喜びの意味で用いられる時もある。喜びそれ自体では、良いか悪いかの見分けがつかない。当てはまる道徳との否定的、または、肯定的な関係があって初めて、喜びは、価値づけされる。仏教では、そして他の多くの東洋の宗教や、瞑想の体系でも、 喜ばしく円満な心の状態が自己認識と注意深く正しい生き方を通じて増進され得るとしている。したがって他者の喜びを共に喜ぶことは仏教的な精神修行とその倫理の中心的な位置を占めている。ギリシアの哲学者エピクロスにとって喜びは人生の中心的な目的である。聖書には喜びについての話が多くある。 旧約聖書には200箇所以上、新約聖書にも100以上ある。聖書では、神がいる喜びは、力の源であると述べられており、これにより、喜ばしくない状況でも内的な平行を保てるようになる。聖書では喜びを、精霊の実の一つに数えている。隣人への奉仕も、奉仕する者に喜びをもたらし得る。図伝、ありがとうございます。